ナムコプロで働いてくださる人ですね。そんなにかしこまらないでください。女の子？誰かしら？もしかしたら運命の相手。あ、そういえばまだ自己紹介。私、いえ、私、ナムコプロでジップ社長が。よく来てくれた。私がこのプロダクションの社長高木だ。君の仕事は我が社に所属。目的は彼女たちを芸能界の。ではまず現在プロデュース、そのことトップを目指し、なお一人選べばアイドルの頂点に立つのは、それとトップアイドルプロデューサーとしてのランクを上げることが。では君の大切な。さらぎ千早くんを選んだか。値が高いな。彼女はうちでも飛び抜けた才能の持ち主だよ。ここの向かいの部屋で一人音楽を聴いているはずだ。では早速迎えに行って活動を開始してくれたまえ。この曲、ブラームスのロタンチョウに似ている。初めて見る人ですね。何か用でしょうか。今忙しいのですが。あなたが私の。会ったばかりでそんなの持つはずありません。私のことからかってます？いえ、私も少し口が過ぎました。これからよろしくお願いします。それで決定ですね。いいのだと思います。せいぜい決定。思うままに試してください。お願いします。このステップですね。このリズム、体で覚えました。このステップですね。このステップですね。Shake your body now.
ありがとうございます。今回のダンスレッスン。いいんでしょうか。そんな意味のないことおしゃべりしている時間があるなら。すみません、早く一流の歌い手に。まあそれはそうですね。はい、この間1年生になったばかりです。趣味は歌を歌うこと。これまで私の歌を聴いた人はみんな褒めてくれました。私はもっとレベルの高い歌が歌いたいんです。頑張るのは私だけです。プロデューサーには客観的な管理をお願いしたいです。冷たい温かいの問題ではあります。初日から遅くまでご苦労。アイドルランクとはファンでは。テレビに出るまでは素人とは何ら違わない。そしてまずは。今日はお疲れ様でした。最優先というのは行き過ぎです。はい、それくらいならなんとか。プロデューサー。はい、勉強用の楽譜。いえ、これぐらい当然のことです。トップを目指すものなら誰もがやっていることかと。はい、努力せずに極められるほどプロデューサーが私と同じ感。それでは私は楽譜を探してきますので。え、でもそこまでしていただくわけには。大丈夫です、一人で探せますから。あ、プロデューサおにぎり城で三木姫は王子様と幸せに暮らしましたとさ。アホ、今の何の音？あ、それ、ミキのおまじないよマスコットなの。もしかして拾ってくれたの？ミキ、欲しいミキなの。14歳だよ。はじめまして、ミキの王子様。あのね、ミキ、彼氏欲しい。お気に入りのマスコットを道路に置いておくと、それを一番先に見つけてくれた人がミキだけの素敵な王子様。
しよう、こういうの初めてだ。そんなとこ。社長がいろいろおかげで毎日暇だよ。今日もすることないから事務所で昼寝してたの。でももう夜だし、昼寝も飽きたから帰って寝ようかな。